日本で初めて発行されたバイメタル化の地方自治法施行60周年記念500円硬化バイメタル化は2種類以上の金属もしくは合金から構成される硬化のこと単一の合金から構成される場合は通例としてバイメタル化と言わず中心部と外縁部で異なる金属合金を排したものが一般的な構造である製造方法は 中心部と外縁部のそれぞれに隙間を作ってから同時に打ち抜き、隙間が互いに合致するようプレス機にかけられる。それ以外の工程は通常の効果とさほど変わらない。バイメタル化が採用される理由の一つは通常の効果より偽造対策に優れている点が挙げられ、流通目的でない光学貨幣や記念貨幣にバイメタル化が採用されることも多い。近年、 初めて広く流通したバイメタル化は1982年から2001年まで発行されていた500イタリアリラ硬貨である。その他、1988年から発行されていた10フランスフラン硬貨も広く流通するバイメタル化であった。2008年以降広く流通し、使用されているバイメタル化は1ユーロ硬貨、2ユーロ硬貨、2ギリスポンド硬貨、2カナダドル硬貨、 お、南アフリカランド硬貨、ジューバーツ硬果などがある。また、フランスの20フランのように3層構造になった、いわゆるトリメタル貨幣を採用した国もある。日本では2008年に、地方自治法施行60周年記念500円貨幣で、初めて用いられ、2021年11月より、通常の500円硬果にもバイメタル貨が採用される、予定。ありがとうございます。